宣伝のコンサートなんです、ね、覚えていただくためのコンサートですから、きっとね、何かのご縁があってお会いできたんだと思います。あの田村正香って言うんです。知らなかったでしょ。ありがとうございます。あのよく言われるんです、あの本人より似てるね。そんなことないです。お客さんですよ。ありがとうございます。で、ね、私田村まさかって覚えやすいでしょ、ね、田村まさかクエスチョン、ね、まあ、そういうわけでもともと音楽家なんですよ。で今日はコンサートをやるんですけど、実はね、このモノマネっていうことをやり始めたのが、まあ、10年ぐらいなんですよね。それで、なんていうんですかね、モノマネやりだしたらね、いろんなイベントに呼んでもらってね、東京、大阪、九州もあちこち呼ばれて、ああ楽しいな、でテレビにも出るような、ね、あこれから楽しくなるな、お金も入るな、言ったらね、コロナになっちゃったんです。コロナになったらね、イベントないですしね。で、私は実は網走に暮らしてる、ね、まあ、これが良かったんですけど、結局、全てのコンサート、イベントがない中で、ね、あの矢沢永吉さんでさえコンサートができなかったんですよ。だけど私はこのホテルまでは車で7分21秒、ね、とても近いです。でもう ここのね、あの、はい、あ、刑務所のその近くです。近く、そうそう、よく言われます、本当にね、近くなんですけど、だからね、ここでお客様と会うことは、まあ、できたんですよね。あ、じゃあもう、これはね、じゃあこう考えようと思って、今、仕事ももうパソコンでリモートの時代ですよね。ね、インターネットの YouTube ってございますよね。で、YouTube に私の様子をアップして、ね、で今日お客様ね、ニューヨークから来てくれたお客様、うん、ね、いや、ニューヨークに帰ってもね、 YouTube にピュッと入れば、ね、もうつながることができる、ね、そういう付き合いをさせてもらおうかなと思いまして、それで、考えがまとまったらすっきりしました。だからここのコンサートは宣伝のコンサート、ね、チケットも売らないし、ね、お客様が「え、田村まさか何だろうな」って来てもらったら OK ですね。覚えてもらう。だからね、お家帰ったらお友達に言ってみてくださいね。お友達、うん、あなた田村まさか知ってますか？知らんって言いますから、ね、知らんって言ったらね、え、あなた田村まさか知らないの？脅かしてやってください。そしたらですね、お友達は心配になってくるのね。世の中みんな知ってるのに、自分だけ知らないのかな。あ、今の時代はね、スマホで検索します、田村まさか、ね、そしたらね、田村まさかずさんとセットで出てくる。ね、そして田村まさかの方に入っていただいたら、私の YouTube がふわっと広がってる、ね、そんな格好の、ね、そんなシナリオで応援してください、ね、ありがとうございます。さあ、それではせっかくこうやって来てくれたんで、お客様のね、旅の疲れを、癒して差し上げたいなと思いまして、やっぱり音楽です。あのね、本当に思うんですけど、このコンサートもう10年やってるんですけど、コロナになって数ヶ月、半年ぐらい経った頃かな、関西からの男性のお客様がね、あー久しぶりに生の音聞いたよ、よかったよって帰ってきた。もうその一言で未だにこの励みになってますもんね。だからね、このコロナになってイベントがなくなって、コンサートもなくなって、だからね、もうあの飲み屋さんでさえもうね、あんまり使えない状態。だからね、音楽ということにみんなもう枯渇してるんです、ね、だから、その音楽がやっぱりそういう心の栄養になってるんだなっていう、本当に思ったわけですよ。まあ、そういうわけで、このお時間で、音楽生の音を聞いていただこうという話、まあ、話は分かれてごめんなさい。それでは始めます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて、ここピアノがね、2つもあるじゃん、すごいでしょ、ね、ピアノのあるホテルはあちこちありますけども、これは2つも置いてる。で、あそこの廊下行ったらもう1個あるんでね。すごいですよね。まあ、ここのオーナーがね、とても音楽に造詣が深い、ね、ということで、私が好きなようにここの場所を使わせていただいてます。さて、ある農家の方が、これもだいぶ前のテレビですけどね、ビニールハウスで、ね、モーツァルトをかけておった、ね、そしたらね、トマトが随分元気に育ったのね。
だから私ら人間もね、何らかの反応があるんじゃないかなと思って、で、まあモーツァルトではなくてもいいんで、いろんな、綺麗な音を聴いていただきましょう、ね。静かなうちにやっときたい曲がありましてね、トロイメライってあるでしょ、ね、シューマンのね、あれ、組曲で仲間がいっぱいありましてね、2つ選んであります、子供の情景より、異国より、そしてトロイメライお届けいたします。お客様でグググッと心の栄養になってね、明日からはですね、私たちが今までね、例えばね、病院に行ったらね、医者が脅かすわけですよ。血圧が高い、あんた長生きできないよ、そうやって言われて、私もう40年、ね、私は元気ですね血圧の160ぐらいでね、どうにもな、どうにもならん、まあ、何が言いたいかって言いましたらね、自律神経でね、自律神経なんかコントロールできないですよね。よし、今日は頑張ろうって言ったんでね、どうにもならない。だからやっぱり心をね、穏やかにしてね、私はもうこうやって音楽やってるおかげで血圧が160でも、もう絶好調ですよね、ですから病院もめったに行かないんですけど、行ったら、ね、あれが先生がもう脅かすわけですよ。お前これおかしいぞってね、
や僕生まれてからこうなんですつってまあいいですけど、あの自律神経が整ったらね、免疫が、ね、段取りよく働いてくれればね、ね、そしたらねウイルス来たってね鼻水ぐらいで終わるんです、ね、そうなったらいいな、そうなったらいいですよねと思ってやってますね。さて、いろんないい曲あるんですけどね、まあクラシック、ピアノって言ったらクラシックなんですけどね、こんな名曲でもいいんですよね。美空ひばりさんが歌った川の流れのように、させていただいてるんですけどね、あのプロになれたのはねピアノじゃなかったんですよね。後でやるオカリナっていう楽器なんですけど、今日はこんなに早くから来ていただいたんで、めったにやらないことをちょろっとやっときます。あ、お客様、エッセキへようこそ。ありがとうございます。嬉しいです本当にね。あのね、今本当プーチンが変なことやってね、もう大変なことになってますけどもね、ジョン・レノンが生きてたらね、どんな影響を受けたらな、ね、戦争なんかやめたらいいのになと思いますけどね。イマジン一曲歌っておきます。Imagine no positions
I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not only one. I hope someday you join us and the world. さて、オカリナに移る前にね、私もピアノが好きでピアノから始めるんですけど、一曲だけね、まあ、ピアノで一番よく聞かれる曲だなと思うのをやって、それからオカリナに移りたいと思います。途中から来てくれたお客様、田村まさかっていうんです。知らなかったでしょ、ね、覚えて帰ってね。覚えやすいです。図がないだけです、ね、ありがとうございます。ピアノ1曲で、この曲はね、もうあちこちで使う曲です。ショパンのノクターン9-2をお送りいたします。
ようこそ北海道へ、ようこそ赤石で、きっと何かのご縁があって、お会いできたんだと思います。私田村正香と申しましてね、今日は、田村正香を覚えていただく、ね、覚えていただく、覚えやすいでしょ、図がないだけでね。田村正香を覚えていただいたら、インターネットで検索してみてください、ね、そしたらね、田村正和さんと一緒に出てきます。田村正和さん知ってますもんね。私も大好きなんですけどね。で、田村正和さんは置いといて、で、田村正香の方に入っていただくと、私の YouTube が広がっていく、ね。今後は、明日からはお客様とそういうお付き合いをしたいと思いますね。さっきもニューヨークから来てくれたお客様、ね、ニューヨークに帰ってもね、YouTube でピュッと入れるからね。そういうふうにお話が成立いたしました。ありがとうございます。さて、8時45分ぐらいまでちょっと宣伝のコンサートをやります。私ピアノが好きでピアノから始めましたけども、本当は、ピアノでプロになったわけではないんですね。これなんです、これ。オカリナ。ね、宗次郎さんが活躍してくれたおかげで、みんなオカリナを知ってますよね。あ、オカリナだ。でもね、このコンサートをやってて本当によく、出会うんですけども、いや、オカリナの音初めて聞いたよ。ね、生の音。生の音めちゃくちゃいいですよ。ね、さあ、これから楽しんでください。そして、一つ、ここの舞台でしかない、めちゃくちゃな私の自慢があるんです、ね。実はオカリナはもちろん生の音をお届けします。まあスピーカーは使っておりますけどもね、生の音を聞いていただく、ね。私ほらちょっとピアノが弾けるじゃないですか。もう伴奏、ピアノの伴奏も私がやっちゃいますね。田村正香は楽団一人、ね、劇団一人は知ってるでしょ。楽団一人ってね。さあどうやってやるかね。オカリナを吹くときに手が塞がっちゃうのにどうやってピアノ弾くのね。どうやったら手品みたいな話ですけどね。さあ、私ですまあ冗談みたいな話ですけどね。まあここに座ります、もう勘のいい方は分かったかもしれません。このピアノはですね、自動演奏機能がついてましてね、鍵盤が動く。この鍵盤が動く、私があらかじめ伴奏を弾いてるわけですね。だからこの鍵盤のタッチ、私のタッチなんですよ。あ、ようこそお客様、きっとご縁があったんです。席へどうぞ、ね。今日特別タダですからね。今いつもタダなんですけど。さあ、この生の音のピアノ、ね、こっちのピアノは音大きいけどね、こっちのピアノは音が優しいです。さあ、オカリナの音色。ようこそ北海道へってことでね、この歌からやってみたいと思います。北の国からから言ってみましょうか。これオカリナはね、15年ほど前にね、たまたま森の奥のコンサートっていうのに、まあ、呼ばれた時にね、
あ、自然の中だったらこれがいいんじゃないかなと思ってやり始めたの。簡単な楽器です。そして安い楽器です。あのこれ吹いたら音が出るね。だから指だけ練習したらいいんだよね。そしてこのピアノね、今買おうとしたらね250万円するね。このちっちゃいやつでさえ130万円するね。私のオカリナ笑わないでね、8000円、安いでしょ、ね、安いし簡単だし、それなのにこんなに楽しめるね。これこんな話聞いたことないですかね。うまい、早い、安い、ね、そうなんです。私、ね、若い頃お金がない時東京でね本当に、ね、吉野家よく通いました。吉野家の牛丼ですね。あらゆる楽器の中でこれが一番ね、その安くて簡単でね、楽しめる。で私はその15年前に、簡単、まあ簡単ですからもうすごく軽い気持ちで吹いてたのね。そしてふるさとってあるでしょ、ね、ふるさとを吹いた時にね、私はもう何の気ない普通に吹いてた。そしたらね、涙を浮かべて聴いてくれる人って、もう私がもうびっくりしたんですね。あ、やっぱりなんか届くものがあったんだなと思って、もうそれからやっぱりこれがメインになってくるんですね。ピアノじゃなくて。でもね、まあ本当オカリナでよかったです。オカリナだからプロになれたね。ピアノでもし私がご飯食べようと思ったら、そうですね、今まで50年ぐらいやってきたんだけど、さらに50年、まあ100年ぐらい練習すればね、OK です。ピアノってのは難しいですからね。そうです。150年ぐらい練習したら OK です。ね、頑張りましょう。まあいいですけど、北の国から聴いていただきました。さて、北海道の歌をね、いくつか用意してるんですよ。次はね、よくこの道東を狙って来ていただきました。このコンサートを10年ぐらいやっててね、本州からね、遠くからいろんなお客様が来られてるんですけど、まあリピーターが多いですよね。北海道もう2回目だよ、3回目だよっていう人すごく多くて、っていうのがですね、まあ素人の方、本州の方がね、素人の方が北海道行くっつったら、まあ札幌、小樽、函館ね、まあそれ素人です。やっぱりこの道東を狙うっていうのはお客様何回目、そうなん、こういうね、本当に、まあ、だからね、やっぱり旅慣れた人が多いね。これはもう、もしこの中でね、1回目の北海道旅行でこっちを狙った人がいたらめちゃくちゃセンスがいいですよね。お友達にね、自慢してくださいね。お前どこ行くのってね、いや札幌です。あ、そうか、素人が、ね、やっぱりね、この道東に来てね、熊を見ながらちょっとおっかないな、そういうのがいいんですよね。まあいいんですけど、さあ知床旅情やりたいと思います。ああ、嬉しいです、ありがとうございます、ね、こっちの地元の人間としてちょっと一言言っておきたいんですけどね、知床観光船が事故を起こしました。悲惨な事故ですね。あそこにはね4社運航しておったんですね。今回の事故の経緯でね、1社は除名になりました。当然です、ね、でただ残った3社っていうのはね、本当にちゃんとやってるんですよ。本当にちゃんとやってる。あの1社だけがなんだよ、ちょこちょこトラブル起こしちゃった。本当にいい迷惑なんですよね。風評被害ってわけじゃないんだけどね、まあ、だから応援の意味を込めてやっていきたいと思います。他のところはちゃんとやってるんだよ、ね、さあオカリナでやるとまたね、この知床旅情がいいんですよ。
さて、実はね、くどいようですけど、もう一曲北海道の歌を用意してるんです。昔々、これまあ大人しか分かんないんですけどね、昔々ダークダックスが歌ってヒットしました銀色の道ってあるんですよね。ありがとうです。お客様大人だったらね、よかったです。それがね、銀色の道ってね、まあちょっと背景を話しますとね、まあ知ってる方はちょっと知らけるかもしれないけど、僕は網走ね、網走から海岸線を2時間ほど走ったら紋別ってあるね。紋別ってのは空港もあるからよくご存知だと思うんですけど、さあ紋別まで行かれたら今度は内陸にね、内陸に向かって小1時間走ると鴻舞鉱山の今廃墟ですけどね、昔金の採れた鉱山があったね、鴻舞鉱山に子供の頃暮らした作曲家が宮川博さんだね。まあ、北海道の生まれらしいですね。宮川博さんって言ったらね、恋のバカンスとかね、それとかね、宇宙戦艦ヤマトの歌とかね、まあ、日本人離れしたリズム感を持った作曲家でしたよね。そのおじいちゃんが鉱山の技師だったらしくてね、子供の頃鴻舞にいたわけです。北海道の内陸って言って、特に冬って言ったらね、ずいぶん涼しいですよね。20度、ね、25度、ね、もうマイナスなんて言わないと当たり前ですから ね、あ、今日はね、10度だ、暖かいな、マイナス10度のことですから ね、マイナスなんて言いません。まあいいんですけど、その冬の情景が目に焼き付いたんですね。もう 雪しかないわけですけども、鉱物を運ぶ線路がね、銀色の道になって見えたんだね。それが作品になったわけなんですよ。あれ紋別の歌だったんです。そういうわけで、もう一曲北海道の歌をやってみたいと思います。銀色の道。今日は特にいいお客様です。本当にこれね、さて、オカリナをやっててね、本当に思うんですけど、何をやってもまあ可愛らしい音でね似合うんですけど、オカリナの音がね、最もこのとぼけたような音がね、とっても似合う歌がこれだなと思ったのがありましたね。天才画伯、山下清さんの、ね、旅を、描いた裸の大将、放浪記ってね、野に咲く花のように、ね、この歌がね、とても合うんじゃないかなと思って、ちょっと聴いてみてください。はい。
ぴったりとぼけたようなね、山下清さんは決してとぼけてはいませんけどもね、真剣なんですけどね、この優しい感じがいいですよね。さて、次の曲はね、数年前にね、朝のドラマで取り上げられた天才作曲家、古関裕而さんね、古関裕而さん、私ね、実は年代がちょっと違ってお名前知らなかったんですよ。へえ、そんな人いるんだね。ところが作品聞いたらみんな聞いたことがあるやっぱりね、語り継がれて残ってるんですね。そしてこういうコンサートの場で一番最もね、最もお客様に勇気を元気を分けてあげられる、歌だな、曲だなと思いました。高原列車は行く、聞いてみてください。あれ始まってちょっと待ってどころか本当に手拍子、温かいね、お客様ありがとう、ね、これね、私冒頭にお話ししたんだけど、このコロナになってからね、本当に思うんです。コンサートっていうのはなくなったでしょ、ね、こういう音楽を聴いてね、音楽を聴いて心が穏やかになったお客様はね、自律神経が整うんですよ。自律神経ね、一番大事なのは免疫です。免疫がしっかり働いてくれたらね、明日ね、コロナのウイルスもらったとしてもね、鼻水ぐらいで終わるんです。いや、本当そうなんですよ。病院に行ってね、みんな脅かされていませんか。この中にお医者さんいたらごめんなさいね。お医者さんにも都合があるんです。ね、都合があるんですけども、君は血圧高すぎるよ。ね、もうすぐ死ぬよぐらいそこまで言いませんけどね、血圧なんかもね、自律神経、大変です。だけどね、キリンなんかはね、首長いでしょ、背高いでしょ、血圧ね、なんか300ぐらいって言ったんだな。やっぱ圧が必要なんですよ、やっぱりね。あれだけポンプで上げなきゃいけないからね。それは別として、それはいいんですけども、私ね、血圧160ぐらいでね、若い頃から随分ね、お医者さんに脅かされてるんですよね。最初はね、真に受けてね、いや本当ダメなんだろうかね、長生きできないんだろうかね、絶好調で、ね、元気なまま63歳になりました、うんね、全然だからね、血圧の高い人もいるんですよ、低い人もいる、もうカラスの勝手です、本当にねいいんですけど、だから話がどんどん飛んじゃうんですけど、音楽を聴いて、あ、楽しいな、それでいいんです、 OK です、ね、猪木さんも言ってました、死ぬ10日前まで言ってましたもんね、元気があれば何でもできる猪木さんすごいよね、死ぬ10日前、もう本当に感動ですよね。まあいいですけど、さて、やっときたい歌があるんですけども、ジブリっていう映画がございますよね。
ジブリ、私はね、最初隣のトトロとかね、あ、子供さん用にいいなと思ってやってたんだけど、ジブリの作品見てるたびにね、ジブリって本当に考えて考えてやってますよね。愛は花、君はその種子っていうね、動きのとても少ない穏やかなメロディーの曲があるんですよね。その曲を、曲に選んだ歌手はなんと都はるみさんなんですよ。これもね、大人しか分かんない事情ですけども、都はるみさんと言いましたらね、独自の拳をね、うなり回してね、歌った歌手なんです。ところがね、すごく穏やかなその愛は花、君はその種子、それをね、さすがやっぱりプロです。綺麗に歌ってるんですよ。だからその意外性を狙ったって言いますかね、都はるみさん、あんたはこうなんだよっていうことをジブリの制作陣が思ったのかもしれないなと思ってね、いや本当に新境地っていうかね、本当に綺麗に歌ってます。素晴らしいなと思って、最初からそんな歌い方すればよかったのになと思ったぐらい綺麗です。まあ、じゃあその曲を一回やってみたいと思いますね。愛は花、君はその種子。新境地だと思います。さて、ジブリがやっぱりセンスがあるなと思ったのは、私たちがよく知ってる松任谷由実さんね、先日文化功労賞叙勲を受けましたよね。まあでもよかったです、まだね元気で若いうちに受けてね、勲章をもらうって言ったらね、もうそろそろもういっちゃうんじゃないかなっていう、それでもらったってね、もっと若い頃で早く やったらいいじゃないの、バンバンね、バンバンやって文化功労してもらったらいいんだよねと、まあ、それはちょっと置いといて、なんていうんですかね、文化功労賞、ね、全世代に向けて、功績があったっていうことなんですよね。それはジブリが松任谷由実さんの歌を採用したから、もう絶対それも一つあると思うんですよね。それでね、ジブリがやっぱりすごいのは、松任谷由実さん歌はいっぱいあるんですよ。もう何百とあるんですよ。ひょっとしたら1000ぐらいあるかもしれないけども、ところが採用したのがね、もう松任谷由実になる前のね、荒井由実の
ね、50年ぐらい前の歌、まあ、デビュー曲ですよ、飛行機雲っていう歌を採用したわけ。だから本当は松任谷由実さんって言ったら私たち大人しか知らないんだけど、実は、ね、ジブリが採用したから子供たちがもう知ってるんだよね。ね、荒井由実、荒井由実は知らないのか。荒井由実はやっぱり大人しか分かんないよね。ね、もうすぐ結婚しちゃったからね。まあいいんですけども、その飛行機も、ジブリが採用したわけです。そこがすごいですね。さあ、やってみたいと思います。飛行機雲です。素敵ですよね、本当にね。だってね、ヒット曲なんかこの50年の間にいっぱいいっぱいいっぱいあったはずなのにね、くぐり抜けて、ね、50年前の荒井由実の飛行機雲、これが素敵。実はもう一曲荒井由実の曲を採用してるんですよね。ね、これすごいです。これノリがいいから期待してください。ルージュの伝言、これルージュの伝言、まあ、よくやってるんですけどね、あるご一行様がね、びっくりしたんで、こんな反応初めてなんですね。まあ、みんな、まあ、拍手はしてくれるんだけどね、わっと立ち上がってね、何するかって踊りだした。踊んなくていいからね、まあ、つかまあ、いや、好きなようにしてくださいよ、ね。ルージュの伝言です。
どこ行ったかな。はい、ありました。たくさん来てくれて、こんなに温かい拍手いただいて、きっとお客様にはね、心の栄養になってね、今日のことが残ります。もう一回言っておきます。田村正香を覚えておいてください。覚えておいてね。ありがとうございます。それで、コロナになって本当ある程度不自由になったんだけど、YouTuber になることができたんですよ、私。ね、YouTube。ね、お家帰ったら田村正香で検索して、YouTube に入っていただいて、時々でいいです。時々見て、4年に1回ぐらい。ね、4年に1回。ね、4年に1回って言ってもね、オリンピックもあるし、ワールドカップもあるしね、まあいろいろあるね。時々見て、田村正香を見て応援してください。それで、チャンネル登録っていうのがね、あるから、それがね、伸びていくと、また、私の仕事にもなったりしますからね、やってください。さて、残った時間がもうわずかなんですけども、実はね、田村正香は音楽家なんです。ね、音楽で、CD がね、アルバムがいっぱい出てるんですよ。ね、知らなかったでしょ。まあいいんですけど、この中でね、いい曲がいっぱいあるんですよ。ね、そういうわけでちょっと申し訳ないんだけど、私の曲をちょっと付き合ってください。ね、さて、優しい感じの曲です。G スプリング聴いてください。ありました。
オカリナを始めて、まあ、たまたまの縁でオカリナに出会って、このおかげでプロになって15年ぐらいやっております。で、本当に簡単な楽器だからね、お客さんもやってみたらいいよ、ね、それで、やってみたらいいよってね、簡単に言ってもね、まあ、もちろん教室もいっぱいあるからね、全国どこでもあると思うから、そして値段が安いからね、楽器屋さんに行ったらね7000円ぐらいで売ってますからね、ね、これ面白いのね、これピアノ弾いてるでしょ、ピアノ弾いててね、あ、そのピアノいいね、一個ちょうだい、 そんな人いるわけないですよね。これオカリナを吹き出したらね、私最初 CD を売っておったらね、そしたらね、さあコンサート終わりました、お客様 CD ありますよ、 CD いらん何を言うのかなって笑顔なんだよね、CD いらんからオカリナ欲しいって ね、 ね、オカリナを販売すればいいよかったんだと思って、今販売してます、1個8000円ねいやだけどね、これ買ってくださいっていう話とまたちょっと違ってね、オカリナは私のは8000円だけど、楽器屋さんだったら7000円ぐらいで売ってるからいや、本当ただね、オカリナって陶器なんですよ、陶器って焼き物じゃないですか、焼くと土は収縮するんで、ね、まあ要はね、音痴な楽器が多いんですよっていうことです。だからお客様が楽器屋さんで買う場合はね、音痴じゃないやつを選んでねってお店の方に言うこと、それ最初に言わないとね、この中にもお金でやってる人が何人かいると思うんだけど、なんか音痴だな音痴だなって言われてるね、それは技術じゃなくて楽器が悪かったりするケースが多いんですよってことです。それだけ注意しておきます。で、だから私のはね、その安い楽器だけど、8000円の楽器だけどね、なんていうんですかね、私調律して出してますから、だからもし経験のある方で、音痴じゃないやつが欲しいって言ったら、私のをいくつか用意しておりますからっていう、そういえばお話なんだけどね。さあオカリナをやってみましょうね、こうやって吹いたら音が出るよ、まあ、これだけじゃちょっと無責任なもんで、1分で分かるオカリナ講座やっておきます。この話聞いとくだけでね全然違うから、さあいきますよ、1分です、メモなんかしなくていいですね。親指は両方裏に穴を、ね、穴がありますね。そして残った4本の指を表、ね、右手が下、この持ち方ってさ、縦笛もそうだし、クラリネット、サクソフォン、みんなこの持ち方だよね。ただオカリナは全部の指に役割、穴があるんですよ。これがちょっと難しいって言ったら難しいかもしれない。この持ち方ができたら OK です、以上。そんな無責任だ、そんなことないんだよ、表の指を順番に話してみて、覚えるほどのことじゃないね、覚えるまでもないよね、順番に話していけばいいね。いやもちろんね、勉強していくとシャープもフラットもあるし、音域だってもっと広いしね、まあ例えばこの中でね、まあハーモニカぐらいだったら吹けるよって言ったら、もうこれ OK です、できますね、まあそういうわけでやってみたらいいですよ。1分で分かるオカリナ講座でした。どうでしたか？はい、まあちょっとね、お話、まあ続きますけどもね、私のオリジナル曲をね、あと1曲、2曲ぐらいいけるかな、申し訳ないね、付き合ってくださいね。ベーシックシーンっていうね、私の原風景、ちょっと説明しておきます。私の原風景は、音楽が好きなんですけど、ショパンでもモーツァルトでもなかったんですよ。実はね、祖母が歌ってくれた童謡とかで唱歌だったのね、まあ祖母、ね、ばあちゃんが歌ってくれた童謡だったの。でそういう簡単なメロディー、それがね本当にオカリナにやってて本当に思ったんです。オカリナはね、音色がいいでしょ、難しいことしなくていいんだよね。ピアノは大変だよ、ピアノはもう技術をもう競ってっていうね、そういう楽器は大体そうなんだけど、オカリナはね、音色を楽しむ、難しいことしなくていいんだと思ったら気持ちがすっきりしました本当に、ね、そういうわけで、ベーシックシーンというアルバムがあって、シンプルな曲を作りました。その中の1曲、おぼろ、聴いてください。
温かい拍手をいただいて本当にありがとうございます。こんなにたくさんのお客様、田村まさか覚えててくださいね。そしてお家帰ってからね、うまく楽器屋さんでオカリナを手に入れて、まあもちろん教室もあるんだけど、私 YouTuber になったからね、YouTube で練習できるようにね、基礎のこと、いろんな曲を取り上げたこと、そういうのも YouTube を見ながら練習できるようになってます。何がいいって言ってお金がかかんないね。ほんとほんとやる気さえあればね、夜中の2時でも3時でも、あ、家の人迷惑かもしれないけどねまあやってみたらいいよっていう風な環境を作ってますからね、やってみて楽しんでください。やっぱりね、音楽っていうのは心の栄養になります。そうやって強く、自分を守るように使っていただければいいかなと思います。さて、感謝の気持ちを込めまして最後の曲は、ちょっとテンポのある曲です。夏の終わりのセレナーデでお別れしたいと思います。今日は来てくれて本当にありがとうございます。たくさんのお客様がね、こんなに最後までちゃんと聞いてくれてね、きっとお客様はね、感受性を持った人なんだよね。その音楽が栄養にならない人もいるんだよ、ね、こうやってコンサートをやってたらね、そこでね、スピーカーフォンでわざとね、邪魔するようにね、ガチャ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 離して走り去る男とかねそんなやつがいたりね、まあ本当にいろんな中でこんなにちゃんと聞いてくれて、きっとお客様はね、心が穏やかになって、免疫がしっかり働いていくようになります。そうなったら、ウイルスもらっても鼻水ぐらいで終わりますいや本当に私は思ってますからね。いや本当に今日来てくれてありがとうね。また YouTube でお会いしましょう。田村まさかでした。ありがとうございました。